はい、こんにちは、ジャマです。今回は、スライム軍団動画撮ろうと思います。ということでね、またね、勇者は調子に乗るな、これちょっとやっていこうかなと思います。ということで、ね、今ね、130何体倒しているので、まあ、最後まで報酬取り切るなら、あと50ぐらいかなという感じですね。で、本日の、抵抗土属性ということなんで、まあ、土のね、タイプはロッキーとかグランドスパイクとかなるべく使わずに、やっていこうかなという感じですね。そうだなあ、ここは見れないんだっけ。で、一応ね、今日バフかかってんのが毒なので、まあ、ちょっとね、ボットと、バンビを入れてみて、で、エイミーが、毒属性じゃないな、中毒状態の敵に対してダメージ200パーアップっていうのがあるので、まあ、毒属性2体プラスエイミープラスドラキュラみたいな感じでちょっとね、やってみようかなと思います。ということでね、行きましょう。ほい。さあ、まずはね、序盤のパズルでどれだけやれるかですね。なんかレベルダウンのギミックがあるな。これちょっとやだね。ここレベルダウンか。危ないからちょっと避けた方がいいね。とりあえず3つでもいいからコインを消していきたいぞと言った時に、どこで消していくのがいいんだ、これだと。あー、でもここに檻あんのもめんどくさいな。で、一応檻の中にコインあるからこっちを先消した方がいいような気がする。あ、オッケー、斜め入れ替え入ったらだいぶ楽になるね。はい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 、これだったらまあ4つでも消すか。で、落ちてきたやつ使って残りの2個ずつのやつをうまく消していきましょう。ちょっとね、次は変換系を早めに引きたいっていうか、ここにね、オリアンのマジで鬱陶しいな。しょうがない。ちょっと、こういう感じでいこう。で、こういう感じで、消していって、OK。斜め入れ替えのおかげで、まあ4つで消しちゃえる。あー、これ先に行追加しましょう。広くしないとちょっと、うまく消せないからね。ここ指輪なのか。だったら、そうね。まあ、それでいいか。こっちから持ってくか。はい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 。で、槍、そうね。槍で消しましょうか。まあ、一応こっちにずらしといて、こうですね。はい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 。これは2手かけて、4つ消しの形を目指すよりは3つで消しちゃってもいいかな。まだいろいろ回収できてないからね。あー、でもちょっと良くないな。これ、そうか。微妙だな。そうね、これどうしようかな。まあ、こっちか。はい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 。で、まあ裏でボットを焦げして、まあちょっとね、あれだね、変換が、できてないのが辛いね。4つで消してみるか。来ないね。これはちょっと厳しそう。檻邪魔だな、マジで。檻が邪魔すぎる。檻が邪魔すぎるのと、あんまり変換がね、マジで引けてないのとで、かなりやりにくいね。しょうがない。こう、しますか。はい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 。もう30って切ってる。全然盤面が良くない。きっついな、これ。そうだなぁ。これはちょっと、
あまりいい結果にならなそうな気がするね。さてさて、槍が、4つ遠いな、残りが。ここにボットを2段階目が閉じ込められてんのか。ずらしたいけどずらしにくいな。なんか今回あれだな、変換も拾えてないし、ちょっと盤面の戦力が弱すぎる気がするんだが。あーまあ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 、バンビの2回攻撃。ホイールが、他んとこにないのか、ちょっとやだな、本当に。そういう感じか。じゃあ、ちょっとここ一回こういう感じで消して、コイル振ってきた。やば。これちょっと前回に比べるとかなり、盤面はできてないね。ちょっと待って、ここレベルダウンなんでしょ？で、ここレベルアップだから、うまく、いや、ちょっと難しいか。そうね、レベルアップのとこにドラキュラとボットでも置いとくのが一番いいかもしれんな。ってなると、ちょっとパズル新しくっていうよりは、あ、でもここあれか、そいつなのか。あー、これどうする？ 1,2,3,4,5,6、 うん、ちょっとこうしておこうか。で、レベルダウンのところからも避けておくかな。ここどうすかっていう感じだけど、あと1手しかないから、まあ一応ボットと変えた方がいいかどうかが微妙なラインだよな。まあ、ちょっとこうしとこう。ダメだ、今回ちょっと全然良くない。こういう感じだと、前回ね、調子よく20体倒せたんだけど、今回の感じだと、かなり厳しそうだね。ボットのね、射程じゃなくて、バフ出しましょうか。さあ、これでどうなるか。あ、槍が意外と多いから、むしろこれ変換取る。まあでも先にエミ中毒ダメージ 200% か。オッケー、これでいこう。さあ、どこまでやれる？今回のちょっときつそうだよね。あ、でも今のうちにちょっと指輪、エイミーにしておくか。はい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 。さあ、これで、収録ダメージ 200% プラス、一応指輪変換してエイミーの数増やしたぞということで、槍も変えていくか、これだけあれば。よし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 。とりあえず、戦力は増えたね。戦力は増えたけど、まあ、レベルは、低いままなので、まあ、厳しいかな。ちょっと、前回の動画に比べると、進めないと思う。まあ、これはドラキュラを強化しますか。で、だんだん真ん中のドラキュラが育ってきてるので、このドラキュラでなんとか戦っていくしかないね。あ、でもこの辺からもうきついのか。きついね。結構きつい。
あ、よし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 。なんとかなった。バンビが拘束するか、エイミーの数が多いから、ミサイル増やすか、ミサイル増やすかなーこれ。ミサイル増やしで、攻撃の手数を上げましょう。さあ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 、まあ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 、中央のドラキュラがまだ稼いでくれてる。さあ、ここら辺でそろそろ毒液取るか。毒液取って、あーでも苦しそうだね。結構苦しそう。この辺でやばいかも。まあまあまあ、でも光のミサイル、手数が増えてるか。あーダメかも。届け。間に合わない。うわ、ちょっと今ギリギリだった。はい、ということでね、前回のチャレンジに関してはね、あまりにも調子良かったんですが、まあ、調子悪いとね、こんな感じの時もあるよということで、まあ、直接変換系が出なすぎたかな、という感じですかね。はい、ということで、まあ、今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。